こんにちは、ボイスボックスの四国メタンです。こんにちは、進行補助の中国ウサギです。今日はウィッシュ配信されたから見た他というネットの反応をご紹介します。それではどうぞ。未視聴勢は映画の DVD 買って家で見たんすけど、みんなが批判的なコネしてる理由に納得した。ディズニーの映画はちゃんと DVD 買って繰り返し見るんだけど、買って頭を抱えたのは今回が初めてかも。未視聴でよく円盤を買う勇気があったな。すげえよあんた。半心理としては購入してじっくり見たいという人も多いかもしれません。普通にディズニー好きやから円盤買ってるの。ただ今回ばかりはやらかしました。知名度が高くても名作とは違うってパターンの手本みたいな作品だからね。王様の周りの設定を固めすぎやねんな。もう少しふわっとさせてればよかったのに。購入特典はシールだったんすけど、ほとんどのキャラのビジュアルがあまり良くないから普通にいらんのやが。なんともフォローの難しい直球な意見が。こんなんよりマグオのアクリルスタンドの方が嬉しいよ私は。私もマグオスタンド欲しいことは欲しいけど、タンスの悔しになっちゃいそうなのかな。という意見もあった模様です。まあ大事なのは中身ですから。ディズニー100周年記念やから映像とか音楽はすごく頑張ってるように感じたかな。ミュージカル映画の宿命かはわからんけど、どうしても歌とか曲の尺に時間割かないといけないから肝心のストーリーがふんわりしちゃったのか、それかもともと破綻してたのか。両方でしょ。曲に尺割くのはいいけど、無礼者たち以外の曲があるため MV みたいになっちゃってるのが問題な気がする。歌ってる間にストーリーが進行してればいいけど、それがないのが問題な気がするな。海外のコメントで輝く願いでマグニフィコの過去を描写するべきだったみたいな意見もあったし。それだとより多くの人がマグ王に同情しちゃうから。輝く願いって城で2人が歌ってたやつか。あの場面、歌ってる時願いの玉を自分たちの周りをくるくるさせてただけで何も進行してなかったしな。強いて言えばじいちゃんの願い玉が見つかったくらいか。そうそう、おじいさんの願いを見つけて終わりならいい曲だけど、ぶっちゃけいらないよねっていう。他の願い玉を愚かにしてじいさんのに向かうというグロ演出さよ。そういや、当たり判定がひどすぎるマグニフィコの B のシーンはどうだった？なんだこのクソ技、判定でかすぎるだろ。ガノトトスかな。攻撃判定大きいのにやられ判定小さいからめっちゃ競争。届かない夢を追うサッチンアームじゃないんだから。ここら辺、格闘ゲームに疎いとわからないネタかもですね。まあストリートファイター6とかもあるからなんとか。誰もがスターの感想も聞きたいところだな。マグニフィコ王のことばっかり語られるってどうなのよ。この人は主人公じゃなくてヴィランなんですけど。主人公が薄味すぎだからしゃあない。出汁の旨味もないんだもんな。他にもこんな意見があったようです。ウィッシュが配信されたから見たよ。いや、マグニフィコがアマヤを人質にして逃げようとするけど、その後転落してハイエナに食われるシーンは恐ろしかったね。混ざっとる混ざっとる。アーシャが歌う準備をしておけは狂気混じりで迫力あったよね。 W 落ち着けイッチ。ダメだ、ショックで記憶が。マグマグマグって言いながら歴代ヴィランズを召喚するシーンはすごかった。おいおい、みんな記憶がこんがらがってるぞ。暴走した王妃王様が泣きながら鏡に封印して終了だろ。そんなシーンないだろ。といった感じでした。アーシャがただスピーチするだけのお人形なのがダメという意見がありましたが、とにかくヒロインの人気がないのも珍しいかもしれません。マグニフィコ王の方が豪雨な人たちのせいで運命を狂わされた悲しき量子基人してましたしね。物語上で必要性のない要素を何でもかんでも詰めすぎると微妙になるのかもしれません。よければコメントお願いします。では最後に謎かけを。ウィッシュとかけましてライオンに挑戦するエリマキトカゲと解きます。その心は。どちらも叶わないことです。偏見。ご視聴ありがとうございました。